ードが通ってどっちが強いん？に対する反応集をお送りします。赤い彗星とソロモンの悪夢。さすがにシャーやろ。確実に生き残る方はシャー。あいつのその辺のずる賢さは誰にも負けへんからな。ガトーは良くも悪くも義とか心情にまっすぐすぎる。デラーズが止めなかったらアバオは空で死んどるし。ライバルがアムロとコウラキやぞ。レベチやろ。ガトーの男臭さよ。普通にシャーだろ。ガトーが強いの声だけだし。ジージェネネオでシャーとガトーがバトルしてなかったっけ。ガトーって別に対して強くないやん。ニュータイプにあらずんばって世界やしシャーない。その辺のテストパイロットと張り合ってるようじゃね。ガトーはテストパイロットのカルガンダムをちゃんと破壊したバーニーかや。ガトーが裏気に苦戦と入っても、サイサリスの時は東部バルカンとビームサーベルだけで防御に使えないデッドウェイトでしかない盾持ちながらだったりで、ビームライフル装備で機動格闘戦特化させたゼフィランサスやその宇宙用強化型であるフルバーニアン相手だったし、ノイエの時はビーム兵器主体の MA で IF 付きチャッフレアディスペンサー付きかつミサイル主体のデンドロ相手だったし、かなり分の悪い戦闘しかしてないよな。素人のガキに苦戦するボンボンとかガトーならワンパンやろ。ガトーやで、百式でガンダム試作双号機に負ける雑魚やしシャー。でも展開次第でどっちも撃墜されそうなのがシャーとガトー。それと外伝の巡り合い空でテンパ相手に互角に戦えたガトー。強くなかったら教科書に載らねえだろ。ガトーはしなやかさに欠けるところがあるからな。アムロハムアンシロッコに殺されてない時点でシャーは異常よ。そもそもガトーってバニング隊と同じくらいの海戦山戦のエースやろ。ガトーってなんとなく強そうな人が言いそうなセリフ喋ってるだけの人やろ。ガトーって作中で強そうな描写ないのに強いって思われとるよな。新米の裏キービってるだけやんけ。ノイエジールの性能が化け物だからな。オールド上位で考えていくとまずガトーはブランより強いか怪しい。ブランより強くてヤザンより劣るくらいかな。むしろブランって描写からするとかなり強くないか。まあたまたまそう見えるようになっちゃっただけなんだろうけど。ブランやヤザンも一年戦争時はジムやボールに乗ってたんやろか。ガトーってニュータイプやないしニュータイプ二人に追い回されても死ななかったシャーノが強い。ガトーは一応連邦の教科書に載るくらいの実力者ではあるんだけど大して強い印象がないんだよな。てか教科書に載ってるのは核ぶっ破したからちゃうか。その行為がソロモンの悪夢と呼ばれていてそれを行った人物がガトーという人ですみたいな感じで。そもそも数年前にちょっと活躍した敵のパイロットを教科書に載せるかっていう謎。こいつに会ったらヤバいから逃げろとでも書かれてんのか。ガトー乗ってるならシャーアズナブルも黒い三連星も乗ってるやろし賑やかな教本よな。間違いなくシャー、ワンオフ機の乳がんのアムロ相手にあれだけ前線したからな。シャーは経験長いのに自分より経験浅いティターンズのモブに苦戦してたイメージが悪いな。シャーにあんまり弾当たらんけどシャーは射撃下手くそやから引き分け、格闘戦になったらガトーの負け。すっぱだかで殴り合ったらガトーの方が強そう。ガトーって言うほどか？正直ガトーがシロッコとハマーン相手にして逃げ切れるとは思えない。一年戦争時のスペックで両方ゲルググ乗ってるとしたらどっちが勝つ？一戦一戦はほぼ互角でもシャーは戦略立てられるけどアナベルちゃん上官おらんとダメな子だからねー。長引けばシャーが勝つ、と思うよ。ガトーに勝ってほしいけどニュータイプとオールドの差は出そう。シャー専用ってスペックどうだっけ？ガトーのゲルググの方が性能いいんじゃなかったか。シャーの方が開発早いゲルググでガトーの方が少し遅かった気が、ギレンの野望の記憶だから間違ってるかもしれんが。シャーは先行量産型でガトーは普通の量産型だったかな。ガトーは大型ビームライフル持ってたな。一年戦争のシャーは過大評価されすぎだと思う。技量的にはシャーの方が上なんだけどなぜかシャーが勝つ気がしない。あの時期のアムロといい戦いができるレベルでシャーも化け物だから、ガトーとか瞬殺だろ。ガトーなんて所詮オールドタイプの集まりの中で強かっただけ、そもそもウラキなんて新兵同然なんだし、それに追いすがられてる時点でたかが知れてる。ガトーはテロリストって叩かれるのに同じようなことをしたシャーは大して叩かれないよな。七ジオンの元に召されるからセーフ。シャーの叩きどころは他の点にあるからやぞ。シャーは戦争、ガトーはテロ。シャーは国としてやってる、ガトーは個人。地球ぶっ壊そうとするとかテロリストどころじゃない大罪人やん。でもその面ではほとんど叩かれてない不思議。シャーは戦時の一兵士、ガトーは戦後のゲリラ兵。大義とか言って実際にやってることは無差別テロと虐殺だから。
思えば民間人を標的にした議連やシャアの方が普通にテロだわな。ガトーが直接手を下したのは軍艦やシコロニー落としの批判はデラーズやし。せやろ？ネットでのガトーばかりが叩かれる風潮に納得いかないんや。自分が元いた基地に核攻撃して帰ってきたーっていうのはガトーくらいだろ。ガトーはハゲに丸投げで死体性ないしな。シャアは守備一貫して天パのストーカーやったから。なんか酔ってる感がある。オールドタイプの雑魚相手に生きてる。勝ち逃げする。ここら辺の違い。せめて最後に裏木にボコボコにされてればよかったんちゃう？